出たと思うんですけども、そうですね、はい、はい、初めて出たのも小島の SG です。そうですね、はい、いきなり優勝もしましたよね。はい、0-1でしたね、優勝戦、はい、そうですね、やはりあの基本はインが強い水面ですし、緩慢の差が大きいんでね、はい、満潮時はまあインがどうしても強くなるし、干潮時だと外からの攻めも引くレース場だとは思っています。秋口のこの時期っていう風とかっていかがですか？風は、基本追い風になると思うんですけれども、それで、アウトが効かないとかインが有利とかっていうのはあまりないぐらい、風は特にあまり影響はないと思います。やっぱり緩慢のその潮の満ち引きでの水面状況は大きいですね。やはり乗りにくさも出てきますしね、はい、ポイントになるとやっぱりその一つでも打ちコースが有利という感じになりますかね。そうですね、やはりあの乗りにくさはどうして悩めないんで、打ちの方が有利だと思います。これから制度変わりまして、はい、小島のエンジンっていったらどんな感じで、やっぱ伸びはないんですかね。そうですね、やはりあの強烈に伸びていくっていうことはないと思いますね。でもやはりあの数字通りではあると思いますね。だからお客さんはあの分かりやすいレース場だと思いますね。エンジン の, その勝率負傷率、そういう実績をしっかりこう把握して、そうですね、それを踏まえて買っていただいた方が、あの初日2日は特に硬いんじゃないかなと思いますね。硬い、そうですね、やっぱあの 40% 以上のエンジンはね、力が違うと思いますね、はい、毎年そうなんですけど、はい、やはりこう競った時とかにも、抜けるっていうか、さばけるっていうか、まあ、逆に 40% ないと厳しいところがありますね。ぜひとも抽選でそういうエンジンは引かなきゃっていうのは、もちろんもうそれが 最大の条件になってくるぐらい、うん、やっぱ気合が入りますね。小島はあの特にこう大きいと思います、 40% 以上っていう気持ちは、うん、そのまあ引き、まあ、抽選運っていう部分が大きいんですけど、はい、なんか願掛けとかそういうのされるんですか？そうですね、あのまあいろいろね、いろいろ考えますけど、こればっかりはね、持って生まれたものが大きいんで、でもそういう、こう持っている人が集まるレースですから、なかなかこう難しいですよね。やはりちょっと戸惑ったところもあるんですけれども、今となってはまああの自分の調整に持っていける自信はあります。ましてや小島となればという、やっぱりその辺は、そうですね、あの気持ちでね、はい、持っていけるんで、はい、まずは気持ちが入るんで、はい、だいぶ合わせられると思います、やはり地元はまあ4人参加できるんで、はい、その4人でこうみんなで刺激し合って、特にこう茅原とかムードメーカーになってくれると思うんでね、はい、一緒に頑張りたいと思いますね、はい、じゃあ最後になりますが、ファンの方に力強いメッセージをお願いします。はい、ぜひとも優勝を目指して、地元からの優勝を出せるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。20日からボートレース小島で SG チャレンジカップが始まります。皆さん小島に来てください。待ってます。待ってます。よろしくお願いします。